2回目になりますが、はい、謎の、死にかけメキシコ、はい、マスクマンが、はい、今日もさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日私産婦人科行ってきまして、今何週だっけな、まあ、8ヶ月ぐらいなんですけど、まあ、あのマッサージ受けても大丈夫ですかっていうことを聞いて、 お医者さんにね、足のあれですね、子宮を収縮すると言われるツボぐらいを気をつけてもらえば大丈夫ですってことだったので、はいはい、そこだけ気をつけてもらえば、ね、はい、はい、まあ、あとはまあ加減見ながらね、そうですね、やってて、まあ、順調なので、はい、医者がね心配ないっていう話ですので、そうですね、やってもらうということで、はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、はい、背中が、それは硬くなりますよね。なんかやっぱ腰が出ちゃいますよね、背中が張るから。そうですね、なんか体勢が、でもね、やっぱあれ、なんですか、整体師的にというか、客観的にやっぱ妊婦いろいろ見るじゃないですか、はい、病院行くと、ええ、みんななんか歩き方が足開いちゃって、ええ、なんかこう綺麗に歩けてないですよね、うん、お腹大きくなるからなんか、まあ、もうそれでどうしようもないんですけど、なんかやっぱ辛そうな歩き方になりますよね。そうですよね、そうですよ、なんかもっと綺麗に歩きたいなと思うんですけど、ええ、自分はそうならないように気をつけようと思いつつ、ええ、すごいあれなんですよね、相撲取りみたいな歩き方っつうか。まあまあ、それはまあ、それはまあもちろん、悪いことではないと思う。ドスする感じになっちゃうんですよね。まあまあ、それはまあ、凝ってますね。凝りますよね。ですよね。ですよね。そこなんか痛いですね。痛いですね。ごめんなさい。うん、ちょっとこの辺も。はい、お願いします。はい、肩やってもいいのならば、牽制付近も、まあ、軽めにね、軽めに、はい、ちょっと行ってみましょう、はい、お医者さんが言うならば、まあ、そうです、お医者さんは知らなかった、こっちは柔らかいので、はい、いや、ひどいですね。うん、だいぶほぐれた方だと思いますよ。昨日は全然下がらなかったね。あ、そうだったね。これ1本ありますね。これは。じゃあ昨日もこの辺はしっかり、いや、オステなんで、すごいソフトですよ。オステ受けたことがないんで。触ってるような感じですかね。出てくる。ああ、なんか感覚をここ。うん、緩む体勢をとって揺らすやつです、すごい微弱な、受けてみたいですね、うん、なんか上手い人はうまそうですね。そうですね、体に負担がほぼない、ね、あとなんか脳脊髄液を流すっていうのをやってもらいました。なんか聞いたことありますね、不思議なもんで、結構それやってもらって腰もちょっと楽になりました、やっぱりじゃあ長頸骨も関係してるって感じですかね。まあ、確かにそうですよね。背骨を通じて尾骨の方までつながってるんですかね。仙骨か。で、頭蓋を緩めると仙骨周りも緩むと。すごい原理ですね。
今日さ、このくらいで。はい。はい。こっちがどうですね。これだ。が出ちゃいました。硬いですね。こっちが取ってますよね。10分ぐらい経ちましたね。逆も。ここですね。これだ。ここ広いですね。その辺いいですね。お、ありがとうございます。高校ですね。強さもこのくらいで。そうですね。その辺がいいです。なんかコリがちょっと出てきたような。うん。なんかこの辺、この辺ですね。
ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。シェアですとか、コメントもいただけると嬉しいです。See you!